菊五郎の科学生、折口忍。今年の裏本には、思いがけなく、ギリギリというところで、菊五郎が荒仏となった。こんなことを考えたところで、意味のないことだけれど、舞台の花まで踊り込んできて、かっきりと踏み残すといった、鮮やかな彼の計画に似たものが、こんなところにも現れているようで、寂しいが、 ふっと笑いに似たものが催してきた。このかっきりした芸画は同時代の役者の誰々の上にも見ることのできなかったものと言える。これを彼の芸が持つ科学性と言ってもちっともおかしくない。サダン児なども聡明という側から同質の特徴を持った人のように考える人があるかもしれぬが、それは自流性とでも言うべきもので、 時代の受け入れ方がどういう傾向に向いているかをよくわきまえていた人であったのだ歌右衛門なども何かこうかっきりしたところの目についた人だがこの常識が珍しい程度に発達していて判断が正確だったという側の人であった単純化といった才能はあったが芸の性格という点には疑問がある劇作家のごとく綿密な企画を持って 彼の体の戯曲を舞台の上に書いていった。だから役者であるよりも演出家としての優秀な技能を持っているのではないかと思われたくらいだ。この点では今後もしばらくこの人に似たものの出てくる期待は持てそうもない。歳が長じるとともに彼の芸の上に目立ってきたことは技量が深くなったことでもない。芸域の広くなったことでもない。 この計算通り表現しようとする彼の科学性が、ますます発揮したことであり、それよりもさらに我々を驚かしたのは、その指物詞のような細密な係数を土台として、それを超える芸の自在性が溢れてきたことであった。市村座時代のこの人には、実はまだあまりそういう芸術味の反乱を見せなかった。だが、菅谷サリ、吉右衛門サリ、智右衛門、 当時当像去り彦三郎三五郎を去りした結果己の性格の欠陥を自覚するとともに人に諦めを置くことができるようになり一種の寛容に似た風格が生じてきた彼の義芸の伸びてきたのもそれからである彼の相手に回った女方はこれは背くという形でなく一人一人彼から去っていった菊次郎国太郎から 米商英三郎まで死んでしまったちょうどその頃彼の芸がにわかに光り出した菊五郎が死ぬのではないかと思われたのはその頃であった世間に物色してやっと首長先代を求めた時の時和ずのおその六三の六三郎の良さはまだ覚えている舞台の自在性は彼の生命の発光だと思われたくらいである彼の二枚目が 特殊性を発揮したののはこの時からであるなんといっても役者よりは文学者の方がまだ幸福であった一流作家よりも先行する批評家などは容易に望まれないがそれでも作家が知的に進んでいるだけに評論家も全く油断はしていないところが「激評家」と言われた昔のジャーナリストたちに一流の役者をしのぐだけの別の教養を持った人はなかった 彼ほどになると批評家がやっと追随できるかどうかという程度であった。だから彼が激評価を無視するように見えることが幾度かあった。また、戯曲の作家だって、新作家には彼だけの経験も素質も持ったものはなかった。彼の網を開いてやるといった人生の深さに触れた人はなかった。彼の言うことに直に同感する程度の作家が常にあって、 彼の埋まらない気持ちを幾分か軽くしていたというほどのものである。これでは人によって進められるということがなくなるわけである。最近になって不思議なほど團十郎の与えた指導力の強さとその正確さを人に説くようになった。実はそれほど長くも深くも手にかかったというわけではなかった。だがしみじみと自分ほど伝統正しく 伝承つまびらかに損しているものがないということに気がついたのであろう。まず第一に演劇と舞踊とが彼において正しく結合している。この事実は團十郎においてすでにそうだったのを見ることができると彼は思うたのである。50歳頃までは彼は父五代目菊五郎の芸の正当を継ぐものと考えて満足していたであろう。その後 父の芸を継ぐ者必ずしも彼のみでないことを知った市村・右左衛門の方が体育的に彼よりも五代目を彷彿させるものを持っていた楠山正夫さんは右左衛門は五代目菊五郎に似ているというよりもやはりその父・嘉吉に受けるところが多いことを言われたこれは今も記憶して忘れない名言だがこの老いとことを比べると 老いの方ががとしても5代目に芸質が近かった。彼が右左衛門の芸術を論じて厳しかったのも実はここに関わることが多かったのである市村のごときは時代世話であって木世話ではないと言ってそのセリフ回しから芸術を評したのも父菊五郎を木世話の友人としていたからである。晩年になって、 彼はそんな問題に肯定する必要を感じなくなっていった父・菊五郎自身木瀬和というよりやはり時代がかる仕草が多かったようであるウザエモンを見送って後の彼は一層サバサバして父までも肯定の外に置くようになった團十郎・菊五郎の盛りを見た人も実に両三年前まではいくら今の菊五郎がうまいのと言っても 五代目の良さとは良さが違います。土台、物差しが違ってるのだから。と、いいいいしたものだ。ところが最近は、ぼつぼつそうした推奨を後世に与えることとした老撃通たちが、親父をうんと抜きましたよ。とか、だいたい五代目というのが、おこついたり、のの字で頭をかいたりして、嫌なことをやりましたよ。などという声がちらほら聞こえてきた。私は、 今の菊五郎は親不幸だと思った自分が褒められるのは良いが、親の名を勝ち落とすような評判の取り方は面白くないと考えたのである。もともと父を足ざまに言う菊五郎でもなかろうが、常に先代と比較させるような芸風で、先代の方に逆手を試み、時としては反語的な手法すら用いた。これでは芝居を知る人たちが、親をけなして、 こううげるるるよにになるに決まっているその考えのなさを私は嘆いたのである。親父と見比べてくれと言っていると同じことになるからである。私の言い方を無理だと考える人もあるだろう。だが彼が講師であったらもっと考えてものをしたであろう。それに今一つ彼の團十郎追母の念が深まったことが 一方に、おのずから彼を高くする結果を導いたのであった。彼と團十郎とでは、おそらく類似点を求めることが苦しいであろう。だが、そういう私などが第一に感じた。というのが、五十兵の出に、空虚の舞台にふっと出て、下座にいたとき、しばらくは誰とも判断できない老友人が、良い滑覆で代々としていると見た。ややあって、それが、 菊五郎だと知ったこの時ちらと私の目をかすめて通ったのが九代目團十郎の幻影であった彼といい吉右衛門といいあれだけの役者になっていながら舞台におけるいたけ立ち姿は近年もなお市村座時代のごとく小さく見えることに変わりがなかったものであるだがこの時ばかりは菊五郎を菊五郎と認めないほど 大きくて、しかも新歌舞伎らしさのない古風な役者に見えたものである維新以後の常識とも言うべき成田や音羽や対立の系譜の上において彼こそ古方言の加納と土佐とを合一したごとくさらに遡って藤原のな成が平安末期の六条流の華道に年寄り元年の風を融合させたように市川尾上良家の芸風を 一つにする位置に完全に立っていることを自覚して、誠に心の清まるのを感じたであろう。清ががしく自分の芸を顧み、満悦を覚えることがいよいよ茂くなってきたのが最近の彼であったのだろう。ともかく今は一応会ってないような姿になっている市川家風を認めなければ認めないで済むはずの上の当主が、多少の気負いはあるとしても、 九代目團十郎を師匠と呼ぶことが多くなったのは、彼にとって意味の深いことと見ねばならぬ。何よりもまず、彼のうちにおいて人が完成してきたことである。それにしても、その教養が単に舞台生活の上に止まって、世間に向かっては極めて無知なもののごとき形をとったことが、悲しくもあり、また微笑ましくもある。芸術院、六代。 菊五郎孤児という自戦の縫合らしいものは、あらゆる点で彼の心を解釈することに役に立つだろう。とりわけ芸術院を自分のもののように幼さを持って考えているところ、六代菊五郎孤児のいかにも不手際で、しかもしてやったりと言わぬばかりのおどけ顔がよい。私はこのことによっても妙高人として彼を見ることができるのを楽しく思う。 彼はやっぱり彼だけに豊かな人生を持っていたのである。